未来へつながる天気とは。今回は就実学園西井康彦理事長です。今年創立120周年を迎える就実学園、新たな展開が期待されています。それでは転機となった年を教えてください。2000年、私立大学の再生へ情報支援ということですけれども、コンピューターの2000年問題で明けたこの年、エリア内では三丁目劇場がオープン。岡山から3人の大臣が誕生しました。私は当時政府機関にいました。で、第二次ベビーブームが1992年ピークでした。その後18歳人口が減少して、全国の私立大学あるいは短期大学ではどんどん定員割れが増えてきました。こういう厳しい時代をどう生き残るかということの経営相談事業を本格的に始めました。そこでここの大学の経営相談を受けることになりました。当時女子大の文学部でしたけれども、非常に厳しい定員割に悩まされていた。どうしたらこの学校を立ち直せるかというふうな相談を受けました。で、当時女性で社会に出ても就職が厳しい、それからまあ男女対等ではない状態の中で、安定的な職業というのは薬剤師だったんです。その頃は私学は29学部ありましたけれども、新しい学部は認可しないという仕組みになっていました。しかし当時平成14年頃ですけれども、小泉内閣が成立して規制緩和ということで、特定の分野の規制は排除すべきだというふうな動きが出ましたので、この学校の薬学部構想をバックアップというか応援いたしました。で、初めて突破したのがこの学校と、もう一つ岡山にある大学です。20倍30倍の志願者を集めるという状態となりました。で、その人気もありまして、文学部も含めて、人気を回復してきたっていうのがこの学園の、再生への第一歩だったと思います。その大学に将来ですね、理事長として就任されるっていうのは当時想像できましたか？私立学校に入って、それを私立学校を支えるっていうのが自分の使命であったし、その支える仕事はね、厳しいところをどう立て直すかっていうことが一番大事だというのが自分の、自分の仕事っていうか天命だと思っております。支援をこうね、相談に乗ってる中で、いつの間にかこうつながって、そして今が生まれてきたわけなんですね。